コロナ禍ということで座席を空けて、そしてまた人数を絞らせていただいて、かつ遠くからリモートで、ご参加もいただき、新しい日常作りの一環としてのまさに今の時代を象徴するような開所式をこうしてやっていただきましたとおり、心から感謝申し上げる次第でございます。何としても県民の命をまずは守るんだと、この未曾有のコロナ禍からコロナ禍を乗り越えていくんだと、こんな思いで途中でこの職を離れるわけにいかないんではないかと、多くの方々にも知ったされ、また私自身も何としてもこの仕事をやってみたいと、こんなつもりで、今回の出馬に至った次第で、ございます。命を守り新しい日常を作るというスローガンをお伺いさせていただいておりますが、そういう思いで挑戦していきたいということでございます。私自身の人生をかけて全力で走り抜けたいというふうに思っております。右手の拳は力強く川の横に握りしめていただきまして、我々